ゴジラ。 どういう意味だ。 神の化身を意味する言葉だそうです。 エラらしき形状から水生生物と仮定しても、ハイヨのような足の存在が推測できます。 太古の恐竜なのか、クジラの亜種なのか、種目も何も判別はつきませんね。そんな物が異常わけないだろう。今から60年前、各国の放射性廃棄物の無秩序な海洋陶器の資料ですが、まさか。未だかつてこのようなことがあったでしょうか。前代未聞です。警察が誘導した。科学避難してください。このままでは被害が拡大するばかりだ。 すごい。まるで進化だ。合戦はまさに神の化身ね。そろそろ好きにされたらいかがでしょう。仕事ですから。武器使用は無制限まで恐れ、必ず都内侵入前に駆除せよとのこと。いけますよ、これ。自衛隊はこの国を守る力が与えられている最後の砦です。日本の未来を君たちに託します。